はいこんにちはパーカッションの高峰です。ゼロから始めるパーカッションシェケレ編。この動画シリーズンはこのシェケレ豊ガキについて1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回の動画でこのシェケレの基礎知識を紹介しましたので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回からですね、具体的な演奏方法を解説していきますので、お手元に楽器が用意できる方は用意していただいて、画面を見ながらね、一緒に演奏していただければいいかなと思います。はい。 で、まずですね、今回やりますのは、このシェケレの一番基本的な、まあ、ベーシックな振り方。はい、こう、ザッザ、ザッザ、ザッザ,ッザ,ッザッとね、綺麗よく刻む方法について解説していきます。この演奏方法、刻み方ができますとですね、アフロ系、キューバ系の音楽以外でも、ロックポップス、ファンクミュージック、えー、結構何でも合わせることができますので、ぜひ習得していただければと思います。 はい、本当にこのシェケレを手に入れたばっかり、始めたばっかりという点で解説していきますけれども、シェケレの演奏方法をざっくり分けると2種類しかありません。はい。たった2種類ですね。れ何かというと1つは振る。振る方法ですね。まあ、揺らすと言ってもいいかもしれない。このボディを揺らすことによって外側のビーズを移動させて、これがザザッザザッとね。 刻む音になるというやり方です。でもう一つは「たたく」です。まあ、主にこの底の部分ひょうたんの底の部分をたたくことによって低いドゥンドゥゥンンという、ね、音を出すことができますこの「振る」か「たたく」かの2種類ですねこれを組み合わせることによっていろいろなリズムを作っていくという感じになりますけれども実はね、まあ、この「振る」にしてもいろいろな振り方がありますと。 まあ、なんとなく想像つくかもしれないんですけど、例えばね、上に、上に振る方法もあれば、横に振る方法もある。で、これを組み合わせる方法もあれば、こう、前に振ったり、回して振ったり、まあ、いろんなやり方があるんですね。で、こう叩くにしても、実はこっちだけじゃなくて、こっち叩いてもいいんですね。 はいという感じで振ると叩くの大きく2種類なんだけどもその細かいやり方バリエーションはたくさんありまして本当にいろいろな演奏の仕方をしている人がいますいろいろな流派と言ってもいいでしょうで本当にその最終的にはですね曲論、まあ、どんな風に演奏してもいいんですよみんな好きなように演奏していただいて全く構わないんだけれども一応このレッスンではですね僕が考えるこういう風にやったら、まあ、分かりやすいのではないかこういう風に 考えて練習したら効率よく上達できるのではないかという方法を紹介していきます。はい。で、この叩くやり方についてはまた次回以降に解説していきますので、今回この振るやり方について見ていきましょう。で、まず一個ね、確認していただきたいのが、この覆っているビーズ、網の緩さなんですね。このボディに対して網が覆われていると思うんですけれども、この網の緩さが適切かどうかというのを見ていただきたい。はい。 で簡単に言うとですね、この網が緩ければ緩いほど、こう振った時の音がワイルド、えー、音量が大きくなります。ダダダダダダ,ダ,ダっていう感じになるんですね。で、あとこの緩ければ緩いほど遊びが多いということですから、の演奏する、コントロールする難易度が高くなります。演奏するのが難しくなるっていうことなんですね。 で、特に始めたばっかりで、なんかこう、うまいこと触れないなとか、歯切れいい音にならないな。なんかぐしゃぐしゃした感じになっちゃうという方は、この網が緩すぎる可能性がありますので、この網をね、ちょっと絞ってあげる必要があります。はい、つまりですね、この上側の輪っかと、この底の輪っか。これらを、 こう絞るっていうかね、短くすることによって、このビーズをタイトにすることができるんですねで。こうタイトになるとどうなるかっていうと、こうチャキチャキとした感じの音になります。で、音量も落とせます。はい。で、逆にこの輪っかが広い、緩い状態だと、こういうジャキジャキジャキした、えー、ワイルドな感じの音になります。 こっちはかなり音量がありますので、えー、お好みでですね、この輪っかの、えー、長さをね、調整してあげる必要があります。大手メーカーのものならもうね、結んだりほどいたりすることによって、これが調整できたりするかなと思うんですけれども、えー、そういう調整できない場合は、例えばなんですけれども、まあ、こういう電化製品のコードをね、えー、まとめるようなものを使って、 ちょっと僕やってみますね。今かなりジャキジャキ、えー、緩い音だったので、これを短くしてタイトにしたいと思います。こう一つにまとめて、こう、こう緩いような感じでね、まとめてあげます。まあ、紐でも輪ゴムでも何でもいいんですけれども、何か調整できるものですと、 いろいろ演奏のしやすさだったり音色を変えることができますのではい、まあ、要はこんな感じでまとめてあげるとこの輪っかが短くなってこのビーズが少しタイトになりましたはいいかがでしょうかさっきジャキジャキっていう感じだったんだけども 今ちょっとチャキチャキっとね、えー、キレのいい感じになったと思います。こんな感じで演奏のしやすさだったり音色を変えることができます。まあある程度中級者、上級者になるとですね、この紐を指でこう、たぐった状態にして、つまりこの網のタイトさすら、まあ、自分でコントロールして演奏するんですけれども、初めのうちはこれかなり難しいので、こういうね、えー、まとめるものを使って調整した方が楽だと思います。 はい。では、持ち方を見ていきます。これ、右左はどちらでも構いません。はい。どちらでも好きな方でいいんですけれども、まあ、強いて言うなら、この底の方を結構叩くことが多いので、利き手がこの底側の方がやりやすいのではないかと思います。はい。で、この底側の方、この平らな部分っていうかね、えー、見えてる部分に手のひらが当たるように置きます。はい。 手のひらを先にこの底の部分について、後からこう指を密着させる。はい、このような見た目になります。つまりこの網の上から指が乗るこのようなフォームになります。つまりこう中に指が入ったり、えー、こう端を指が持ったりしないっていうことですね。 手のひらがちゃんとこう底に当たってる。こうつけた状態で指を自然に丸めて、えー、網の上から指をつける感じになります。はい。で、こう底を持ったら反対の手は、えー、この穴が開いている首の方を軽く添えるだけ。はい。こんな感じの見た目になります。こうよしよしよしってね、赤ん坊を抱っこしているような見た目っていうか、ちょっとこの ひょうたんが斜めを向くような形ということですね。まあ、こうっすぐにしても横にしてもいいんですけれどもいろいろな振り方をするためにはですね、まあ、ちょうどこう斜めに構えていた方がやりやすいのでこのように持つのがおすすめです。はい、でこのように持っていただいて今回は横に振るというのをやってみます。どんな感じかっていうとこんな振り方ですね。 やり方はですね、このボディ、氷端の中に水が入っているとイメージしていただいて、この水をジャーッと流す。で、戻す。流す。戻す。流す。戻す。流す,す,す,す。戻す。っていうのを素早くやると、ザザッザザッという感じになります。つまり、この氷端、ボディがね、一回こう、斜めになる。 ここの穴が1回こう下向くようなな形になるっていうことですね極端にやるとこのシェケレの動きとしてはこういう動きになるっていうことですね。でこう水をジャーッと流すタイミングでこの網ビーズがこちら側に移動してザッと1回なってこれまた戻す時にこの網がこっち側に移動してザッと。 なるという感じです。ザ,ザ,ザ,ザ、はい、はい。でコツとしては右手と左手を均等にバランスよく使うということです。見た目としては影なくこう。何でしょう？踊ってるような。見た目になります。この手をこう左右に振るプラス、ちょっと回す動きが入る。こういう感じですね。 で、よくやってしまいがちなのがですねこの底の方を持っている手ばっかり使ってしまうつまりこうえいえいえいみたいなこういう動きをやってしまいがちですで、特にねこの手首なんかを使ってしまった日にはしゃけれ結構重いですから痛めるリスクがめちゃくちゃ高いですまあ、つまり腱鞘炎とかね故障するリスクがめちゃくちゃ高いのでこれはおすすめしません もちろんできるんですけれども、これね、えー、やめたほうがいいと思います。なるべくですね、この左右の手を均等に使った方が、えー、楽に演奏できるんではないかと思います。まあ、つまり、この首を持ってる方の手でもですね、少しこう、こっちに引いてあげる。促してあげる。まあ、極端にやると、もうこう持ってしまってね。こういうふうに振ってもいいぐらい。 はい、でこれだけだとコントロールができないのでこの底を持っている方の手でもちゃんとしっかりこう押し出してあげてこのような形ですねで戻すとはい今こっちの手でもこっちの方に引いてあげてますしこっちの手でも押し出してあげています はい。では、この首を傾けて、ビーズを上側に寄せる。これをアップと呼びます。アップの発音です。でこれを戻すことをこれダウンと言います。つまり、アップ、ダウン、アップ、ダウン。はい。この二つを練習していきます。で、なるべくこう綺麗よくね、アップってやって、ザッと音を鳴らして、他の余計な音を鳴らさない。こうジャラジャラジャラってこう、鳴らさずに、 ててなって止める。でまたダウンでザッてなって止めるっていう感じできれいよくやってみてください。いきますよせーのアップダウン。 ある程度フレーズになってきましたら今度はタイミングに合わせてやってみましょう1,2,3,4 1,2,3,4というカウントの中で1,2,3,4の4でアップでワで戻してダウンつまり1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4,1ー・ザ・ザ・ 2,3, ザ・ザ・ 2,3, ザ・ザこういうリズムになりますのでやってみましょうせーの ワンツースリーフォーワンツース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 ーフーツースーフーワンツースーフォ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 ーワン

はいいかがでしょうかできましたでしょうかこれをですね、ゆっくりから、えー、だんだん速くっていうのを練習していただいて、最終的にはね、これぐらいで触れたら、どんな音楽でも使えるんじゃないかなと思いますので、やってみてください。で、ある程度こう、テンポが速い方がですね、実はこう、ザザッザザッっていう、キレのある音を出すのは簡単になります。はい。こう、ゆっくりね、 止める方が逆に難しいですねただこうゆっくりからね一音1音丁寧に確認していただければ速くなった時もこう明確にねザザッザッザッザザと、えー、キレのあるリズムを演奏することができますので、まあ、焦らなくてね大丈夫なのでゆっくりからこう一音一音ザッザザザッと、えー、キレのある音で演奏していただくといいかなと思います はい。というわけで今回はシェケルの一番基本的な振り方の解説でした。次回以降また違った演奏のやり方を紹介していきますのでお楽しみに。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップもやってますのでぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。